上越市の遺跡で鎌倉時代初期のものとみられる建物や井戸などが見つかりました。上越市の二反割遺跡は2010年に鎌倉時代初期の集落が見つかり、今年7月から3回目の発掘調査が行われています。今回新たに住居や井戸などの跡が見つかり、集落は建物25棟、井戸15基で構成されていることが分かりました。当時の皿や櫛なども発掘され、今後細かい年代などを調べるということです。貴族社会から武家社会に移り変わっていく、そこの最初の頃の遺跡がこの二反割遺跡ということで、今月5日には一般向けの現地説明会が開かれる予定です。